長身のツルケマンは、キケマン族の一年草または二年草。別名、長身のツルキケマン。地下に、根茎はない。茎は直立せず、四方八方に張って、よく分子して、他の草に寄りかかって広がり、先の枝や果樹は斜めに立つ。前層に毛がなく、柔らかく、茎の量が目立ち、長さは1から2メートルになる。葉は五生し、傭兵を持ち。 三角形から卵型になり、二から三回三出服用になる。醤油は多くは三新裂する。火器は八から十月。溶液から、相乗果樹を出し、花親や,や蜜につける。花に、小花柄とツトがある。花は四個の花びらで構成されており、色は濃厚色で、一方が二、唇状に開き、その反対側が長い虚となり、その先端は細くなり、 少し湾曲する。巨は、同族多種のものと比べ長い。小花柄の基部に、小型のツトがあり、幅2から5ミリメートルの卵型、または皮心型になる。湯水は6個あり、3個が2組になるに対湯水となる。果実は細い果てで、長さ約1.5センチメートル、幅2から2.5ミリメートルになる線状刀、皮心型で、種子が数個入り、一列に並ぶ。 果実は完熟すると瞬間的にはじけ、種子を飛ばす。日本では北海道、本州、九州に分布し、産地に生育する。世界では朝鮮半島、中国東北部、シベリア東部に分布する。純絶滅ング同族で似た種に、ツルケマン、別名、ツルキケマンがある。ツルケマンは、長身のツルケマンと比べると、花はまばらにつき、色は淡い黄色で、 果実が扁平で果実内の種子が2列に並ぶ。ツルケマンより長身のツルケマンの方が普通に見られる。また、日本に分布する種で秋に咲くものには先の2種のほか北海道に分布する千鳥ケマンがある。ありがとうございます。